どうもこんにちは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。もうすぐロト6なので、それについて話したいと思います。抽選までだいたい2時間ぐらい。2時間後に抽選か。緊張すんな。2回連続当選できるかがかかってるから、なおさら緊張する。まあ、たった2口しか予想してないから、2連続当選すること自体もすごいねんけど。過去の動画で何回か言ってるけど、ロト6の真っ当の当選確率が2%から3%って言われてて、わかりやすく言ったら100回勝って、2回か3回当選できるぐらいの確率。だから、そやな、30回に1回当選できるぐらいの確率。それが真っ当の当選確率だから、それから見たら、やっぱり2回連続当選するっていうのはかなり難しい。たった2口で。その2%から3%の当選確率は多分5口購入してそれぐらいの確率だから、僕は2口しか予想してないから、なおさら2連続の当選はかなり難しい。ただ予想数字見た感じだといけそうな感じがすんねんけど、まあロト6は何回も言ってるけど、近づいたと思ったらまた離れて近づいて離れての繰り返しだから、なかなか連続当選すんのは難しいねんけど、でも可能性はあるかな今回。だから購入しとんねんけど、可能性はあると思う。過去のパターンを、入れたから、その過去のパターンが来てくれたら当選はできんねんけど、ここ最近、そのパターンが来てないから、そこがちょっと不安かな。来てくれたら当選は100%できる。ただ、全然違う数字が来る可能性もあるから、そこがちょっと怖いな。そこがめっちゃ不安だけど、まあ、当選できると祈って結果を待つしかないかな。全く手応えがなかったわけじゃないから、予想してた時もいけるんちゃうかなって思って予想してたから、少し前までは手応えが全くなかったんけど、今は難易度が少し下がってるからか、手応えがちょっとあるんよな。予想してても。ここ2、3回は手応えがあるから、実際前回は当選来てるからな。たった2口しか予想してないのに。あともうちょっとで4等やったけど、手応えは、だいぶある。だから、今日のロト6も、ちょっと期待してんねんけど、まあ不安もあるけど、口数が少ないから不安もあるけど、期待もちょっとしてる。ロト6はほとんどが、難しい。数字並びがめっちゃ難しいねんけど、ここ2、3回は少し難易度が下がってる、僕的には。ただ前回、一等当選者出てないねんけど、僕的には、そこまで難しいっていう感じではなかった。だから当選できてんけど、今回、ロト6当選できるかどうか。いやー、緊張すんな。もう2時間切ってるもんな。まあ、とりあえず、当選しますようにって祈りながら結果を待ちたいと思います。また、ロト6の結果報告か、8時か8時半ぐらいに結果報告をしたいと思います。それでは、この動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。